皆さんこんにちは。京都大学医学部附属病院転換診療支援センターの池田明夫でございます。今日は転換に関しましてご説明をさせていただきます。転換の治療の原則は内服薬です。現在お薬を飲んで瞬く間に転換の炎を消すことができる薬というものはございません。適切な診断によって薬を継続することによって火種が消失し、少なくとも 70% 以上の方は元の生活と変わらない社会的治癒を目指していきます。適切な転換のお薬を継続して飲んでも発作が止まらない場合、すなわち 30% の患者さんにおいてはさらに検査を続けることによって転換を起こしている脳の病気の部位を手術で治すということも現在できるようになりました。内服薬で治療を行う場合には原則として副作用がなく発作を止めることを目指していきます。副作用は特に薬を飲み始めた時、薬の種類や量を変えた時に起こりやすいので、発疹、吐き気、眠気、ふらつき、頭が重い、抑うつ症状、イライラする、体重の増減などがあったら主治医や薬剤師に相談をいたしましょう。副作用が出た際に自分で薬の量を調整したり薬を飲むことをやめたりすることはいけません。転換発作があるからといって日常生活上不必要な一律に過度な制限を行う必要はありません。日常生活の中で発作の出現が増えるような状況を避ける必要はあります。具体的にその状況は睡眠不足、過労、薬の飲み忘れ、飲酒時あるいは酔いざめ、抗うつ薬、抗精神病薬、抗菌薬、抗ヒスタミン薬などの転換以外の薬の内服などが挙げられます。私たち医師が目指すのは次の2点です。一つは転換の病気が克服されること、二つ目は転換の病気があっても病気とともに生き生きと生活を送ることです。日々の生活を楽しんで過ごしていただけるようになればと思います。女性の患者さんの皆様は転換があるからといって妊娠を諦める必要はありません。転換をうまくコントロールすることによって一般と変わらない妊娠と出産ができます。時間をかけて抗発作薬の種類や量を調整していきますので、妊娠を希望される場合は早めに主治医へご相談ください。また薬物が体内に蓄積して将来の妊娠に影響することはありませんので、どうぞ安心して内服を続けてください。自動車運転免許を取得することもできます。ただし転換を持つ患者さんが運転免許を取得更新するには、運転に支障を生じる恐れのある発作が2年以上ないことなどが道路交通法で定められた条件になります。免許の取得更新には医師の診断書が必要になりますので、主治医にご相談ください。相談内容が職場に伝わることはありませんので、安心してご相談ください。転換を持つ人は自分の転換発作のことを身近な周りの人にあらかじめ伝えておきましょう。また発作がよく起きるときには二次的な事故の防止に努めましょう。具体的には高いところに登らない、駅ではホームの端は歩かない、お風呂に入るときは誰かに声をかける、鍵をかけない、一人で入浴するときは湯船に浸からずシャワーだけにするなどです。全身痙攣発作を目撃した人は、1、周囲のもので頭や体を打たないように気をつけ、火や水などの危険なものから遠ざけましょう。2、
体を横に向け、唾液や嘔吐物による誤嚥や窒息を予防します。 3. 唾液や嘔吐物を拭き取りますが、無理にタオルなどをかませないよう注意しましょう。 4. 最後にベルトやネクタイ、ボタンなどを緩めて呼吸をしやすくします。 5. これらの対応を可能な限りしていただいた後は、寝かせた状態のまま本人の意識が戻るのを見守りましょう。転換に関する情報について詳細をご覧になりたい方は、それぞれの QR コードからご覧ください。後編では転換の治療、日常生活の注意についてお話をさせていただきました。転換は誰にでも起きうる慢性の脳の病気です。ご自身やあるいは身近な方が疑いがある場合には、ぜひ転換に関わる専門医、すなわち脳神経内科、脳外科、小児科、精神科にご相談ください。また転換発作を起こしている患者さんを見かけた場合には、ぜひご協力をお願いいたします。最後に、日本転換学会が今まで主催してきました転換をめぐるアート展の中から、その作品の一部を紹介したいと思います。このアート展では、転換がある方、それを支えるご家族、医療、介護、支援の皆様から公募いただいた作品を提示しています。